地震被害が深刻な韓国系北浦港地域の大学修学能力試験会場4校が地域内で被害が少ない別の4校に変更される。余震に備えた措置で、近隣地域に同一の条件の予備試験場12校も備えられた。韓国教育部は20日、国務総理主催の会議で浦港のスヌーン試験会場運営法案を発表した。 現在、浦港地域の受験会場は合計14箇所だ。このうち、被害が比較的激しい4校を変更する。浦港南側に代替試験場4校を設置した。なお、今年度の大学修学能力試験は16日実施の予定だったが、前日の15日に発生した浦港地震により1週間延期となった。